ずはミックスペア部門です。山川さん、ミックス部門にはご覧の10チームが残りました。この中から5つのペアの入賞が決まるわけですね。そうですね。でも今年はどのペアが残るか全くわからないそうですね。もうベテラン勢に混じって新鮮なペアも登場してきますので、とても楽しみですね。はい、楽しみです。それでは今年のミックス部門の見どころをご紹介しましょう。男女ペアで行われるミックスペア部門、男性のたくましさと女性の美しさがいかに溶け合い躍動するエネルギーを表現するかがポイント。もちろん2人のハイレベルなテクニックは必須条件。そして今年のミックスペア部門最大の見どころは、91年92年と連続優勝を成し遂げた大石美恵子丸山宏ペアの3連覇がなるかどうか。昨年の世界大会では見事第3位に輝いた2人は今最も脂の乗ったペア。3連覇の夢が実現するか、はたまた新しいチャンピオンが誕生するか、冒頭から息を呑む戦いが繰り広げられようとしています。佐藤秀夫さん、久美さんご夫妻です。共に31歳のご夫婦です。このご夫婦も昨年準チャンピオンでおなじみの選手ですね。ということはもう今年は優勝を狙いたいでしょうね。そうですね、みんな期待がかかってると思います。はい、その分力が入ってるということはないですか。はい、このご夫妻はですね、とても筋力のバランスとかですね、技術面でもとても理想的なカップルですね。そう言われてみればそうですね、166センチと 161.5 センチ、ほとんど身長差もありませんしね。はい、今のストラドルジャンプ2フリーフォールに入る、これも一つのテクニックですね。見事に決まりました。今のちょっと乱れちゃったですね。そうですね、やはりペアはですね、シンクロナイズ性という一致性がもう一番趣を変えておりますから、はい、そのためには身長差が近いということは大変ポイントが高いんでしょうけれども、すごく身長差があってもとてもそれがバランス取れてればそれもまた素敵なんですけどもね。なるほど、そのあたりを優位に生かして純粋につながるといいんですけどもね。リフォールグリのプッシュアップですね、はい、こういう力技はですねとてもいいですね。こういうところもう少しダイナミックさが出てもいいですけどもね。先生どうなんでしょうね、こうご夫婦だと練習しやすいとか、まあいろいろ聞いてもあるんですけれども、ね、メンタル面でもしうまくいかないときはまた立ち上がるのに難しいかもしれませんけどもね。やはり精神力っていうか、これ難しいですね。今のはもう本当にこの5分ならではの見せ所だと思いますが、お互いの両方の筋力のバランスがないとできませんね。なるほど、最後フィニッシュに入りますね。はい、決まりました。決まりました。斉藤貴文さん25歳、平田雅美さん27歳のペアです。なんかライオンみたいなポーズ入りましたね。そうですね、迫力ありました。最初の10秒っていうのがですね、審査員に熱意を感じたりするアピールするのにとても大事な要素なんですね。なるほど、なんか表情にも工夫が見られますけれどもね。そうですね、それにしましても山岡さん、この衣装ね、目を引きますね。そうですね、なんかロイヤルっぽい感じがしまして、なんか手作りだということを聞いてますが、平田さんの手作りですか。ねね、これは金糸の刺繍も入ってますね。ストラドルジャンプ3回連続ですね、はい、そしてまたというフリーフォールに入っちゃってますね。難しいんでしょうね。結構テクニック入れてますね。これはプッシュアップの連続4回規定演技ですね、はい、同じ筋肉、同じリズム、同じ速さで4回連続しなければなりませんね。男女がそれを揃えてというのは難しいんでしょうね。綺麗に止まりました。この女性の平田さんは、はい、まだエアロビクション始めて2年だそうですよ。世界体操歴は10年あるということなんですか。バックグラウンドがしっかりしていらっしゃるわけですよね、はい、非常に手足の長い選手2人とも見えますね。体の使い方が、身長も多分そんなに大きくないと思うんですが。そうですね、男性が172センチ、女性は159センチということですか。大きく見えますね。はい、女性大きく見えます。ハイレグキックも決まってますね。ジャンプも高いですね、はい、なかなか伸びやかに動いてますね。はい、音楽とも合ってますしね。このまま一体どのようにして終わるのかちょっと楽しみなんですが、非常に正確な演技っていうのを非常に評価厳しいですからね。フィニッシュです。そうなんですかね。川端義信さん24歳、野中千里さん24歳の西日本代表選手です。
なんかはつらつとしたお二人ですね。そうですね、今カブリオレ空中の片足タッチ、はい、男性はですね、はい、先ほどの斉藤さんのペアとほとんど身長は変わらないんですけれども、女性は野中さんが155センチということでかなりの小柄なんですよ。でもとても力強さを持ってますね、はい、今 の、 腕だけで体を床に平行にバランス保つ選択をしたのもとても力がないとできませんね、なかなかできないということでしょう、機械体操歴が14年間あるということで、やはりそういうバックグラウンドが大きいんでしょうか。そうですね、上半身もしっかりしてますね。さあ、これは女性にとって難しいんではないかと思うんですが、はい、でも規定演技綺麗ですね、はい、4回連続動作ですね、必須動作ですね、はい、技術点が高そうですね。もうここまで来るといかにミスをしないかということだと思うんですね、はい、そのあたり一つ一つきちんと決めてますね、この音楽とこの振り、そうですね、これ印象残りますよね、はい、予選から持ち上がって、これ何をするんでしょう。これも力技ですね、素晴らしいですね、楽々とやってますがかなり力強いですね、そうでしょうね、なんかペアならではのなんかとてもいい雰囲気を出して動いてますね、躍動感ありますね、はい、それからこの白のコスチュームがなんか爽やかですね。そうですね、フィニッシュです、見事に決まりました。今井龍さん、久美子さんご夫妻のペアです。共に30歳です。そうですね、ベテラン勢で、はい、大柄で手足の長さに恵まれたダイナミックなペアですね。何度も入賞経験があるようですからね、はい、今度こそ優勝を狙ってくるでしょう、ダイナミックでしょ。そうですね、あ、今のスケールというバランスなんですけど、上げた足のがちょっと甘かったですね、もっとこうずっと振りました、コントロールして引っ張らなくて、もっと我慢しなきゃいけませんね。今のジャンプは高かったですね、はい、それにしても女性は本当に日本人離れした体型ですよね。そうですね、手足が長くて、はい、雰囲気もとてもいいですね、はい、身長も170センチあります。男性は184センチです、はい、やはりこうダイナミックにこれだけ大柄な選手が動いていただくと存在感がありますね。そうですね、目を引きます、はい、あ、腹筋面白いですね、手の動きとか音と振りが一致してますね、非常にこう洗練されている感じがして好きですね、はい、安定しました。ちょっと男性が落ちるのが早かったかな、もうここまで来るといかにミスをしないか、はい、手足とかですね、足先の意識もですね、とても気を使った方がいいですね。出ないとクオリティっていうんですか、そういうのがとても出ない、あ、今のは足は伝わないですね、もったいないですね。夢はズバリワールドで優勝ということで、半年前からマル秘トレーニングを積んできたということなんですがね、その成果が実りますでしょうか。コスチュームも爽やかですね、はい、決まりました。